あなたも狼に変わりますか。初めてのルールの色は赤すぎてはいけない。大人の匂いがするだけでいい。唇をすぼめたままで口づけはできない。鏡に向かってあれこれ思う。花が邪魔だと誰かが言ってたわ。古い映画のセリフだったかしら。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。ハイヒール両手に下げて逃げたりしちゃいけない。片目をつぶって見るだけでいい。あの人はいい人だから傷つけたりできない。その死を思ってあれこれ悩む。熱が出るわと誰かが言ってたわ。嫉妬ソングの言葉だったかしら。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。はい、こんばんは。今夜もね、まこちゃんの狼なんか怖くないを歌いました。2019年8月の28日水曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。はい、今日もじゃあね、今日もね、 YouTube ライブね、今日もやりますね。今日これ食おうが、今日はね、今日のお夜食はこれ食う。いいね、あ、なんだっけ、ギローさんからいただいた蕎麦屋の冷やし中華、これ食おう。うん、2枚全部いただいて、シェアしてるから楽しみだ。うん。はい。勝地君の生存確認。2019年。8月28日水曜日に、ね、岩手町水曜日まで水曜日じゃあやろうか。あなたも狼に変わりますか。初めてのルージュの色は赤すぎてはいけない。大人の匂いがするだけでいい。唇をすぼめたままで口づけはできない。鏡に向かってあれこれ思う。花が邪魔だと誰かが言ってたわ。古い映画のセリフだったかしら。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。ハイヒール両手に下げて逃げたりしちゃいけない。片目をつぶって見るだけでいい。あの人はいい人だから傷つけたりできない。その死を思ってあれこれ悩む。熱が出るわと誰かが言ってたわ。嫉妬ソングの言葉だったかしら。あなたも狼に
変わりますか？あなたが狼なら怖くない。あなたも狼に変わりますか？あなたが狼なら怖くない。はい、こんばんは。今夜もね、まこちゃんの狼なんか怖くないを歌いました。2019年8月の28日水曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。どうもね。はい、こんばんは。コタさんどうもね。ケイコさんどうもね。クロコさんどうも。ルルさんどうも。うん。今日はワンスモアはないですよ。うん。さて、今日もお腹がすいてぺこぺこだ。今日はね、これ黒の食い、おやじでこれ行く。極うま蕎麦屋の仕出し中華。これ行こうかな。あれ、ギローさんが送ってくれたやつね。今日これ行きます。蕎麦屋の仕出し中華。これね。でね、ミニマごと全部湯がいて、用紙仕出しの子。今日これ。今夜これ行きます。うん、いいかな。仕出し中華。ね、これあれ、ギローさんが送ってくれたやつね、ちょっと前にね。それは初、ちょっと食ってみましょう。で、ちょっと湯がいてくるね、お湯沸かしてね。うん。できるまで時間があるので、それまでちょっと一杯飲もうと思うんでね。今日はね、できるまで一杯飲むのは、今日はこれ。サーモン。サーモン行こうか、こんなサーモン。これ行こう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ。でもね、あ、こうやって、翔ちゃんでも今日はこれよ。うん。今日は仕出し中華。それできるまで、これ。サーモンに来てくるんで。よろしくお願いします。サーモン。サーモンつまみながら飲んで、その後シェアしてみて。今月はサーモン行こうか、サーモン。サーモンだ、サーモン。サーモン行きます、サーモン。切ってきたよ、サーモンね、サーモンね。この辺ね、サーモン。はい。じゃあ飲み物持ってこ、飲み物。本日もね、おなじみ、焼酎ハイボール、このハイボールのね、赤しそ割り、これだ。これで、ね、じゃあこれで、行こうか。どうもね、今日こんな感じで。サーモンとハイボール、おなじみ。まあ行こうか、サーモン。うん。どうも、今日はサーモンで。うん。わさびない、それで。
俺行こうか。グラスに氷入れてハイボール。はい、乾杯。でもね、見えない？見えないかな？ごめん、今日は刺身で一杯。うん、見えないですか？うん、うまい。サーモンとんと安いよね、今なほどね。うん、うまい。対策してませんよ、大丈夫よ。うん、うん、そうね。うまいね。ああ、サーモンうまい。昨日は鮭を焼いたんだよね。昨日はね、生、今日は生で。対策はしませんよ、うん、何もしないよ。お互い様さん、どうもね。うん、まあ、ああ、うまいね。今日この後試合中かね。ああ、食べてませんよ、今日はね。いつも通り。対策してませんよ。玉ねぎ、さらし玉ねぎ、十分。もう玉ねぎはもう切ってね、もう水につけて、今ザルに入れた玉ねぎ。こんにちは、キイさん、どうもね。今日はね、サーモンの刺身で、サーモンでハイボール。うん、まあ油のやっぱ安いだからあんね。油のってないね。うん、何ものじゃない。うん、歯応えだけだ。とろっとさ、油のなかったら、まあ安いね。安いもんはしょうがないね。安かったからね。うん、油のってのってない、歯応えだけです。うん、うん、だってもうお祝いだからね、今日試合しようかな。ちょっと試合し目を向け、お、巻いてる巻いてる。
私5分間、まあ、麺茹でてきた。今日冷やし中華で、こないね、うん、まあ、音消してっからかもしれない。 音小さくしてっから鳴っても分かんないようにしてんだ。消音してっから大丈夫よ、うん、そう、お互い様にソープランドに行って、勝彦さんがソープランドに行って、可愛い女の子のサービスして、サービスして、サービスしてもらうのもお互い様。ソープランドはいいよ本当。こんな僕でもさ、言えばさ、可愛い子がサービスしてくれるんだよ。たまんないよな、ほんとね。うん。まだ。もう。最高だよ。飲むよ。今日はね、ハイボールっていうジュース飲んでる。今日はこんなジュース飲んでるよ。アルコール系のジュース飲んでます。はい、乾杯。前が同じよ。それ同じ、そうよ、同じ人間なんでね、変わったことはしないよ別に。同じことの、それが生きるってことよ。同じことの繰り返しが生きるってこと、うん、ね、それが嫌な人は多分ね、自殺するんだろうね、きっとね。うつ病とか言ってさ、ね、自殺するんだろうね、きっとね。うん、そう、お宝様だよ、うん、みんなそう。どのような差別か、それはな、言うもんに、口にするようなもんじゃないからね、言ってみればわかるよ。うん、そう、大抵の人は人間、うん、ヘリクスでいいんです、それで。それは僕ですからね、そういうもんよ。うん、大抵の人はヘリクスよ、見方変えれば。うん、うん、そうね、うん。そう、お互い様よ。社会的あんな感じになるな。社会的のような。この形だから、社会っていうのはあれね、うん、まあ、まあ、うまいってうまくはない。まあ、気分でね、うまいってことは、まあ、そんなうまくねえからさ、もう安い前、さっきも言ったけど、最後ですね。あ、やっぱ安いもんね、油全然乗せないのがね、サーモンの形だけで。うん。うん。病気じゃないよ。いいよ。今日の締めはね、この冷やし中華、この後冷やし中華、うん、もういいかな、冷やし中華ちょっとね、今日冷やし中華よ。
目が痛かった、目が痛かった。山盛りじゃん、2人前だからね。玉ねぎ、さらし玉ねぎ。玉ねぎ。全部入れちゃおうか。ああ玉ねぎ1個分か。ちょっと多かったね。玉ねぎ。玉ねぎ。冷やしとるか。玉ねぎで。でタレをかけよう、これタレ、天ぷのタレ、天ぷのタレ、これがタレ。これも一個。二食分、二人前だからね、これ二つ。やっぱ多かったね、やっぱりね。こんな感じ。はい、こんな感じ。ちょい。こんな感じの試合してるか。あ、でもね。で、ハイボール。ああ。半分ないです。そうあ麺がうまそう、卵麺みたいな、ほんと麺が黄色い、ほんとこれあれ、イギローさんが送ってくれたやつね、イギローさんね、あれ最初に言ってくれた、これそのやつ、いただきますね。お、いいね、麺好きだからな、俺な。うん、てかギロ、これギロさんっているよ、よくこれ ID でギロさんが、その人が送ってくれたやつ、ありがとうね、おいしく食べてるよ、どうもね。うん、妥当よ、うん、うん、あと大きかったね。でもこれでもうまいよ、辛さがあって。本当これ麺がすごい黄色いね、これね、冷やし中華ね。普通そうかな。おやすみよ、うん。あ、でもさらし、水にさらしといたんで、そんなほどじゃないやんね。うん。そう、餌よ。かつこさんの餌です。うまいよ、うん、そうよ、うん、その通りよ。やっぱ2人前は一見は無理だったかもしれないね、さらしちゃん。
そう、それでいいわけ。じゃ、今日、タカさんが知ってるか、タカさんのさ、YouTube のID がさ、ライブ配信になってたね。仕事から帰ってきてみたらさ、パソコン上がってきたんだ、あれ。でも、終わったみたいで。がっくりやって。なんかでもちょっと俺、あれの、タカ、見た人いるのかな、タカさんのあれ、YouTube のやつ。タカさんのあれ、YouTube の ID はさ、登録してるからさ、ね、見たんだけど、仕事から帰ってきてパソコン入れたらさ、ライブ配信やってるっていうのは上がってたんで、ね。最近はタカさん知らないのか、ごめんね、あれ。スティッカー、光そうでやってた人、タカさんって、僕の好きな人ね。いや、タカさんは、いや、それ、テレビチャレンジのタカさんじゃないからね。光そうでやってたタカさんだから。エッジオブなんとかってやつ。これ登録してるよね。どれ。タカさんの、ちょっと教えてあげようか。タカさんは。僕登録してんだけどね、仕事から帰ってみたら、ね、それのライブ配信あったって出てたんだ、あれ。でも終わったみたいでね、高さんが動画残してないから見れなかったけど。高さんのページを見せてあげようか。覚えとくで、高さんのやつ。光掃除やってた人ね。これ。エッジオブパラダイスロフトってやつ。これね。これタカさんのページ。よかった、見える？これ。わかった？よかったら。こういうやつなんです。これタカさん、これ以上登録してるんだ。その数で、この ID のページがね、ライブ配信したみたいで、僕もう終わってたんで見れなかったけど。今日このページでライブ配信があったみたいよ。僕登録してるんでさ、パソコン入れたらこれは上がってきてた、この隅の方にさ。ライブ配信してますって。でも遅かったんで、もうクリックでも終わりだし、動画残ってなかったから、いろいろやってるよ、登録は。ダメ人間だから修正しないんだよ。どうもね、こんばんはね、エレノさん。どうもね、終わったら修正しない理由、ダメ人間だからよ。乾杯。じゃあ、試合中か。で、ハイボールよ。後輩じゃないよ、別に。そういう、工場だから、工場仕事とかそういうもんじゃないんだよね。食べてるよ。食べてます。出馬しなくてもいいよ、僕は。で、このまま生活できればいいと思ってるんで。生活できればそれでいい。どうせ死ぬんだから。高くないよ。
ちょうどいいよ。ちょうどいい辛さ。そうね、うまい、本当ね。あ、うまいね、冷やし中華もね、たまにはね。多くない、大丈夫よ、これ結局なかなか大丈夫。あ、やっぱりこんぐらいあると食べれるかっていいよ。太ってますよ。見て分かるんだよ。太ってんだよね。子供いないよ、一人だからね、いませんよ。一人なんで、誰でもいませんよ。まい。そうよ、飲むよ。伊沢さん、どうもね。冷やし中華よ。
暑くないですよ。おいしく食べてますよ。おいしく、ヒロさんありがとう。おいしく食べてるよ。やっつきじゃないからね、ちゃんと美味しく食べてるよ。大丈夫よ。うまいよ。でこの麺うまい、ほんと乾麺。麺うまい、これほんと。乾麺だけど、送ってもらったら、これ本当麺がうまい。してますよ。昨日のうまかったからね、やっぱね、辛さがあったからかな、昨日のやつ。歯毎日磨いてるよ、大丈夫よ。怒ってないよ、怒ってないから大丈夫。使わないよ、歯磨き。歯磨き粉使わない方がいいよ、歯磨き。あれあれと気持ち悪いじゃん、おえってなって。
何もつけない、僕は何もつけない。歯磨きは使わない。気持ち悪い。あれ、あ、こんばんは。うん。油だよ。こうやって玉ねぎわずかで、玉ねぎわずか。夢は叶なくてもいいんだよ。夢はね、叶わなくてもいいんだよ。夢は持ってるだけでも大丈夫よ。じゃあ、たまにも終わって、これ昼飲んでおしまい。結構多いね。はい、おいしくいただきました。でもね、今日はこれ1分でいいやん。ああ、分かった。満腹。これ2人前だからね。2人前食っても満腹なんな。青汁ちょうや、青汁が。
そうよ。あ、うまいね。進んでる、大丈夫よ、これ進んでますよ。飲まない、してんだよ、飲みすぎないよ、予算の関係もあるからさ。ねえ、だめだ、アルコールね。来月が10%だもんな。来月じゃない、再来月か、10月からか。10%大変だよな。まあ、しょうがないね。1分でしょうがないよ。まあ、いいよ、これで。どうもありがとう。じゃあ、この辺で終わるね。おやすみなさいね。また明日ね。どうもね。おやすみなさい。じゃあ、この辺で。どうも。はい、どうもね。はい、終わりましたね。じゃあ、また。ええ。